ではもう一度先ほどのエルゴアに、デモンストレーションを行ってもらいます。すいません、ちょっとエル呼んでもらっていいですかね。皆さん一斉のでで呼んでいただけますか。エルって呼んでもらえますかね。一斉ので、このように一瞬で見つけてしまいます。このようにですね、麻薬の匂いを見つけると、ハンドラーはこのダミーというタオルで遊ぶんですけども、なぜ麻薬探知犬がこのダミーをこのように好きになるか、あとどのように麻薬の匂いを覚えるかっていうのをちょっと簡単に説明させてもらいます。でまずですね、この何も匂いがついてないこのダミーというタオルで、ハンドラーと犬がまず一緒に遊びます。ですると犬はだんだんこのダミーが遊び道具というふうに認識して、ハンドラーと一緒に遊んでもらえるというふうに学習します。でそのタオルを好きになった時に、このタオルに今度麻薬の匂いをつけます。すると、犬はダミーイコール麻薬の匂いということでどんどん学習していきます。で次にこの匂いがついたダミーを今度目の見えないところ、草むらだとか、箱の中とかですねに隠して、探させると、今度は得意の嗅覚を使って犬は探すようになります。それをこの箱だとか、例えば部屋の中とか、いろんなところに隠して訓練していくことで麻薬探知犬になっていきます。ありがとうございました。